も、内山美恵です。今ですね、お風呂上がって、一日が終わった。いつも、編集に追われて寝るのがめちゃくちゃ遅くなってたんですけど、今日は、やらなきゃいけない、こう、ミッションが終了したわけでございますよ。お風呂上がった時点での私。こう、夜の、まったり過ごすとき何してんのかなってちょっと気になったので撮ってみたいと思います。はい、どうもね、朝は強いみたいなんですけど、夜めちゃくちゃもう目もうつろで思考回路も止まっておるんですが、自分で自分のことを夜ゆっくり何してん、夜時間があったら夜まったり何してん、夜何してんのかなって自分のことを気になっちゃったので回していきたいと思います。それでは10分間お付き合いください。まず髪の毛乾かそう。あー、もうトリートメントがなくなりそう。買い物も行かなきゃやばい。もうね、今使ってる洗顔ももう買いに行かなきゃいけないし、家のね、なんかね、なんだっけ、クイックルワイパーみたいな、ティッシュペーパーもないし、トイレットペーパーも買いに行かなきゃいけない。髪の毛のトリートメント、何がいいかわかんなくて、なんかおすすめあったら教えてください。なんか市販なんだけど市販じゃないやつっていうの。肌に優しめのやつ。あ、今ちなみにね、時刻は11時です。私ね、髪の毛がねパリッパリに乾いてないと夜寒くてもうブルブルしちゃって全然寝れないんですよね。なんで髪の毛なんかハンガー系とかで寝る人いるじゃないですか。すごい羨ましいんですけど、私ね、ウィンタースポーツするから結構髪の毛めっちゃ傷みやすくて、そんでね、今ねたどり着いたやつがね、このなんかルーブルドーっていうやつのクシとドライヤーなんだけど、これねめっちゃ調子よくて使うております。はい、よいしょ、よし、髪の毛乾かすの終わり。寒っ、宮城めっちゃ寒いんだけど。もうね、スクイーズも好きだし、こういうなんかモフモフしたやつとか、こういうふわふわしたやつがもう大好きで、編集してる時はねめっちゃこのふわふわにね囲まれてね編集しております。はい、じゃあドライヤーしまいます。今日はね、いつもね夜まで編集かかっちゃって、全然やろうと思ってできなかったことがいっぱいあるんですよ。夜のこうゆっくりする時間で、その時のゆっくりするアイテムで楽しみにしてたやつがあるから、それもやりつつね。なんか夕飯食べ終わった後に必ず小腹が空くから食べるんだけど、でもね、寝るね2時間以上前には食べ終わって計算して食べてますね。なんかね、お腹にこう食べ物が残った状態で寝るのがちょっとなんていうの、苦しくて、お腹グーグーした状態で寝るのがめっちゃ心地よくて、その代わり朝、あ、お腹すいたーって目が覚めて6時ぐらいに、で最近ちょっともうちょっと早いんですけど、まあそんな感じでババアなんですけど、なんかね、そうやってね朝ごはんをねすごいねもりもり食べれるのがすごい楽しくて、朝ごはんがねすごい一番楽しみかもしれない。朝はパン食べるんだけど、パンってねすぐお腹減るんですよ。だからお昼と夜はもう絶対もうお米が好きで、しかも結構お米にはねこだわりがあるんですよ、私新潟県民だから。そう、なんかね美味しいお米もねパンも好きだしね、なんか食べ物の話してる時がすごい幸せ。ね、ちょっとやりたいことやっていきます。デリリリッデリーン。
品がめちゃくちゃ届くんですよ、うち。でね、これ大丈夫ね、住所晒してないよね、大丈夫だよね。間違えた。オッケー、再配達できました。で、あとは、あ、そう、なんかね、届いたんですよ。ちょっとね、家開けてた間にね、いろいろ届いて、おお、こりゃすげえや。東京とかでもやるんだって。ね、化石ファンクラブの公認の PR をやらせてもらってるんですけど、化石ファンクラブっていうのは私自身も入ってるのね。もちろん市がやってる無料のやつなんですけど、家にね、なんかね、紙が届いて、で、見て、こうやってね、柏崎のファンクラブ通信が入ってきてて、柏崎のやってることとかが見れるから、県外にいる人が柏崎の様子を知れたりとか、あとね、最近ナイスさんのツイッターで見たんですけど、ファンクラブみんな入ってください。名刺の QR コード、私の名刺、これいけんのかな、ここのね、 QR コードからみんな入ってください。そうするとね、なんか割引券、こうラーメン屋さんだったら煮卵無料とか、なんかそういう特典とか受けれたり、あとね、私のね、出身の柏崎のこうファンクラブ通信とか、あとね、東京でやるこういうなんか交流会のねやつとかが入ってくるから、ぜひぜひ同じもの読んでください。これね、そう、エチゴンっていうの、この子、そう、エチゴン。見て、私のね、名刺のところにもね、こうやってね、エチゴンが入ってるんですよ。いいでしょ。メーカーから書類が来た。夕方さんざんことね、ちょっと書類頑張ったんだけどね、これまだ終わってない。ちょっとね、来期のギアを、あ、私映ってない、今オーダーだけやっちゃう。あ、でもコメント見たいな、みんなの。めっちゃ姿勢悪くない？私大丈夫？これ。やばい。不自然の極み。あー、嬉しいな、嬉しいな、コメントいっぱい嬉しいな。マジで癒しの時間だわ。やばい、結局なんかパソコンしているぞ。いかん。わー。あー、これいるかな。ティアンデイできた、終わり。この棚見ますか。じゃーん。これはね、なんかいただいたお手紙とか入れてて、今ね、まーちゃん飾ってる。あー、まーちゃん、はい、まーちゃん飾ってます。あー、写真集欲しいな、買えてないんだよな、買うタイミング逃しております。それと、すくすく元気に育ってる観葉植物と、これをね、こういうのをね、こうやってね、編集中にね、よいしょ、布をかけて、だいたいね、立ち膝になっちゃうんですけどね、これ肉球って超もちもちして気持ちいいんですけど、これね、もちもちしながらこうやってやるか、こうやってね、こうやってね、なんかね、とりあえずこうやってね、こうやってね、こうやってね、編集してる。あ、最高だ、これ癒しだ、やばい。そう、こんな感じで、ここで10時間過ごすね。あ、明日のちょっとスケジュールだけ確認しよう。
いっぱい。本当にね、雑誌とか本読める時間がまなさすぎて、やっとですよ。で、なんか最近思うのがさ、コメントとかで自分がなんだろう、コメント全部返せないじゃないですか。そういう時にこうコメントされてる方の中でこう会話が生まれたりとか、こういうやり取りをしてくれてるのを見ると、対私もそうなんだけど、周りみんなでこうやって会話してくれてる感じがすごく、なんだかなんでかわかんないんだけど、すごく嬉しくて、その光景がねありがたいなって思うし、なんかこう過去に動画を出してるけどもういっぱいあるじゃないですか。その時になんでこうなんですかってこう新しい方が質問してくれてることに対して、こう知ってる方が答えてくださったりとかしてるのを見ると、あーもうありがとうみたいな感じで本当に感謝しております。こう内山のこう動画の中でこう盛り上がってくれてるのを見ると、すごい私も楽しい気持ちになっております。はい、ありがとうございます。はい、今回はね、浜松に最近行っていて、それが終わって今日はゆっくりした日だったんだけど、結局あ、じゃあゆっくりしてる自分も珍しいなって思ったので、これは動画回すしかないなと思って回してみました。はい、この動画が、まあ、ちょっとでもいいなって思って、もうちょっとでも、え、携帯ちょっとでもいいなって思ってくれたら、グッドボタン押してもらえると動画の参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いします。いい上もひっくり返ってる今日も、もう仕事モード終わりだわこれ。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録まだの方お待ちしております。皆さんもゆっくり休んでくださいね。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。